何が起こってるかっていうのはね、そのままの音声がね聞こえてきますし、それで何が起こってるのかっていうのはね非常に正確にわかります。そして音声を遡ってね聞くこともできますので、そのね、そこから来た通知のねその中の状況っていうのが、ね、正確に伝わります。それで通知された方はですね、その状況をね察知してどのようにね判断するか、例えば警察なのか救急車なのか、ね、消防車なのか、ね、そういうものをね正確に指示を出せますし、このね親政府を通してですね、いろんなねつながりというものが持てると思います。